編成によって動きを変えるための知識教えます。はいどうも、こんにちは、リオラです。皆さんは編成意識してますか？あんまり長く話すと本編まで長くなっちゃうので、先に簡潔に言うと、編成によって立ち回りは絶対に変えた方がいいです。なぜかというと、武器によって得意なことと不得意なことがあるからです。極端な話、若葉シューターで前線で打ち合いしまくってこいとか、一旦でパシパシでキル取ってこい、無理ですよね。こんなこと言う人がいたらバカがお前はと言ってあげてください。というわけで、今回は皆さんがよく悩むと思う、味方にだけ光栄が来た時とか、味方にだけリッターが来た時の動き方について、試合を見ながら分かりやすく解説していこうと思いますので、よければ最後までご覧ください。よく言いますよね、皆さん、リッターいらん、リッターいらんって。リッターってね、遠くから一方的にキルできる最強武器なのに、味方に来た時にうまく活かしてあげないから、皆さん弱く感じるんですね。なので今回はリッターに限らず、光栄武器が来た時の立ち回りを身につけて帰ってくれたら嬉しいかなと思います。特にチャージャーですね。では早速試合を見ていきましょう。はい、ステージ立ち上パーキングですね。で、今回相手にもう光栄いて X なんですけど、正直 X がいてもいなくてもやることは変わらないので、相手の X が例えば寿司コアラとかでもやることは一緒だと思ってください。で、味方に光栄がいる時、光栄をどうやって活かすかって話なんですけど、光栄武器っていうのはさっきも言った通り射程があるので、こっちが一方的にキルが取れるんですね。ということは敵はこっちに詰めてこないといけないってことなんですよ。待ってたら一生、怯えるだけになるんで、詰めてきて、光栄を落としてあげる必要があるんですよね。光栄がいない側とか、チャージャーじゃない側は。チャージャーはな、光栄の中では最強にキルが取りやすい武器なので。あえてこうやってね、待ってたら、相手の X みたいに抜かれちゃうので、このリッターを落としに来るわけですね。じゃあどうしてあげればいいかっていうと、僕がいつも言ってる通り、味方をおとりにしてキルを取るのが大事って言いました。じゃあこの味方のリッターをおとりにしてあげるんですね。このリッターを守るように動いてあげれば、自分もキルが入るし、リッターも自由に動けて、キルが簡単に入るってことですね、リッターの。リッターがキル取ってくれるかどうかっていうのは、リッターの上手さにも依存するんですけど、せめてリッターが動きやすい環境を作ってあげるっていうのが大事です。立ち上パーキングでリッターが動きづらいっていうのは、例えば、ジギダンとかに、ジギダンというのは自宅ですね、自宅とかに敵が入ってきたらすごく動きづらいと思うんですけど、敵が入ってこれないようにしてあげるっていうのが大事ですね。じゃあそれはどういう動きなのかっていうと、無駄に前に出ずに自分は死なずに、塗ってあげるってことですね。周りを塗ってあげたりとか、潜伏して詰めてくる敵に対して、キルを取ってあげるっていう動きが大事になってきます。そうですね。味方が死んじゃったので上がってくるのを警戒します。ひたすら警戒ですね。で、上がってきたとしっかり落としますと。でもこの時味方のリッター死んじゃってるんですけど、とにかく自宅には入れないことですね。光栄武器って、やっぱ使ったらわかると思うんですけど、自宅処理がすごく苦手なんですよ。やりづらい。リッターとかもチャージしないといけないので難しいんですよね。真下を打つっていうのは。結構それでやられちゃうんですけど、それ味方がなんでやられちゃうかっていうと、自分がちゃんと手前処理をしてあげないからですね。武器によって役割があるって言いました。光栄武器は、役割的には手前処理じゃなくて、中盤とか、抑えで一方的に抜くのが役割になってくるので、こういう時、味方に光栄がいる時っていうのは、前線武器とか手前を処理しやすい武器が、手前を処理してあげるっていうのが大事になってきます。で、僕の動き見てほしいんですけど、ずっと手前見てますよね。登ってくるやつをひたすら警戒して、このリッターが自由に動けるようにしてあげてます。で、これ後ろから傘が来るのが分かっていたので、オトレ、しっかりとリッターとね、協力して落としていきます。これ僕が自宅にいなかったら、リッター死んでますよね、傘にやられて。そういうことです。しっかりと傘しれば、リッターのお世話をしてあげます。前線がある程度一定ライン上がるまではずっと僕は自宅で、ひたすらリッターのお守りをしてます。これずっと自宅にいる必要はなくて、リッターを守れたらそれでいいです。守れたらそれでいいです。はい。で、今のシーン見てほしいんですけど、これですね。僕が襟を塗ります。で、そしたら、敵のボールドマーカーも襟を塗りに来ました。これは、僕が襟を塗ることによって敵のボールドは、襟を塗ってるんですけど、これ襟がおとりになってるんですよ。はい。で、塗り合いをしてあげることによって、味方のリッターが簡単に抜けると、このボールドはエリアを塗ることに夢中になってるので、っていうことですね。こうやってリッターが抜きやすい環境を作ってあげます。で、こうやってキルが入って人数有利が作れて、敵が詰めてくる、自宅に入ってくる心配がないっていうのが、上のイカちゃんのマークとかを見て分かったら、こうやって前に出てキルを取っていきます。今のところも人数有利なので前に出てますね。で、カモンを押してるんで、後ろ見に行きました、これは。しっかりとね、傘を処理してあげます。で、中央塗りながら、周り警戒してますね。で、これ前線が高くて味方が頑張ってるんで、カバーしに行くんですけど、ちょっと危なかったのですぐ下がりました。
で、これ後ろ塗られてたのが分かったので、塗られてるってことは敵が後ろにいるってことなので後ろ下がって見に行ってます。で、自宅に入った傘をしっかりとリッターと協力して倒していく。これも僕が戻ってあげないとリッター死んでますよね。死んでるかは分からないんですけど、まあ、傘と1対1して時間稼がれてるので、常にリッターが奥を見てあげれるように手前処理は進んでしてあげましょう。で、これミサイル後ろから飛んできたのが分かったので、自宅を処理しつつって感じですね。で、これ処理します。はい。で、これ傘強すぎです。はい。まあこれ2枚処理できたので良かったですね。しっかり自宅処理できて、リッターが、イルカくんがね、自由に動ける。これをしてあげるだけですごくね、光栄武器。これリッターだけじゃなくてスピナーとか、エクスとかもそうなんですけど、手前処理しっかりしてあげましょう。こうやってね、手前処理もせずに無視して、前で戦って味方の光栄が先般してたら何してんねんって怒る人いるんですけど、何してんねんって言いたいのは、リッターからしたら、あなたの方ですよねって話なんですよ。手前処理を、しっかりとしてあげずに、後ろを完全に任せちゃうって、それもバカのすることなんで、役割を把握してしっかりと立ち回っていきましょう。で、これは、こっちのキーマンであるリッターが死んじゃいました。じゃあ、この時どうすればいいのかっていうと、下がって手前処理でもいいんですけど、自宅に入られてるのが一番鬱陶しいので、僕はあえて抜けてエリアを塗りに行きます。そしたら敵は僕のことを追いかけてきますよね。そうやって、味方の光栄が死んだ時は僕がヘイトを買ってあげて敵を自宅から下ろしてあげるっていう動きをしてます、これは。敵中に入って、こうヘイトの分散ですね、言ってしまったら。で、敵が僕の方に、まんまと釣られてきて、広場の方に戻ってきたので、味方が、自宅で戦いやすくなると。まあ、味方のリッター死んじゃったんですけど、見てください。手前処理もしっかりできて、残りも中央にいるって状況ですね。これはなんでこういう状況になったかっていうと、僕が降りたことによってヘイトが分散されて、自宅に2人、下に2人っていう状況になったので、手前処理がしやすくなったっていう状況ですね。自宅に4人とかね、入られるとすごいきついんですけど、まあ、こうやってヘイトを分散してあげます。で、これはちょっと緊張で手がプルプルして、エイム外しましたね。ほんと一発だったんですけど、まあ、これは先般ですね。ここは味方が頑張ってくれました。僕は死んじゃったんですけど、まあ、うまいこと、展開して敵を挟み込んで、キルを取ってくれてますね。で、自宅のリッター死んでるんですけど、これは僕が重りをしてあげないから、まあ、手前処理ができずに死んでしまうという状況ですね。これを皆さん常にやってるんですよ。手前処理せずに、手前を完全にリッターとか光栄武器に任せちゃう。無理なんですよ。手前を光栄武器で見るのは。はい。まあ、光栄武器を持ってくるなら絶対手前処理、味方がしてくれるとは限らないので、自分でも手前処理できる必要があるんですけど、自分が光栄武器を使ってないときはしっかりと光栄武器のお世話ですね、してあげるように意識しましょう。まあ、確かに光栄武器を持ってくるなら、自宅処理は自分でできるべきなんですけど、味方の光栄武器が絶対に自宅処理ができるとは限らないので、そこで味方批判をして、何も得ずに終わるのか、あ、味方に光栄武器がいたから自分が手前処理をしてあげればよかったんだなっていう反省をして、次に活かして終わるのかっていう話です。まあ、どちらがいいかとは僕は言いませんけど、まあ、考えればわかりますよねって話です。で、これラストですね。はい。キルを取って、自宅の傘も見に行きます。で、これも味方の光栄武器、リッターが、この押されてる状況になってるのは味方の光栄武器が死んじゃったからなので、まあ、味方の光栄武器は死なせないように動くのが大事ってことが、ここでもわかると思います。で、こうなったらがっつり前に出ていきます。なんでかっていうと、延長中ですね。敵はカウントを止めれば勝ちなんですよ。なので、リッターなんか見ずにカウントばっかり見てくるんですよ。なので、それを活かして、カウントをおとりにキルを狙います。敵がエリアを塗りに来るので、そこをしっかりと処理してあげるって感じですね。これは洗濯機着地が溜まってるのが分かっていたので警戒してました。で、まあ、あとボムラッシュを履いて、人数有利なんで塗り合いをして勝ちかなっていう感じですね。はい。もう相手カウントが少ないので、リッターに対して何も攻撃してないんですよね。はい。そういう考え方ですね。で、これでこのまま勝ちと。まず、ラスト若干危なかったんですけど、まあ、相手の動きをしっかりと読んで、途中からね、おとりに使うのを光栄ではなく、ラストはカウントをおとりにするっていう考えにシフトしたことによって勝てましたね。はい、というわけでこれが味方がリッターの時の勝ち方ですね。この動画が少しでもためになったなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価、コメントで感想等教えてくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さらば。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さらば。